とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。締め具を使ってボスラッシュをやってみてくださいということですね。確かに締め具でボスラッシュやってなかったですね。締め具、今どれぐらい使えるのか。まあ、まだ現役だとは思うんだけども、どうなんでしょうね。まあ、とりあえず、締め具、そしてハイランドアーマー、これ装備してやっていきます。それでは、まずはムーシュルームモンスターズから行きましょう。まあまあ、こんなもんだな。こんなもんでしょう。で、まあ、263だから、そこそこダメージは高いと思うよ。いけるかこれ。なんかきつくなる場所がありそうな気がする。では続いてレッドストーン行きましょう。まあ問題ないね。さっきよりも HP は低め。起き上がる前に倒したかったけど、そこまではいかないか。次大釜行きます。あー、パワーポーション切れたな。うまいこといけるかなと思ったんだけども、パワーポーションは切れてしまいました。余裕。あ、こいつ HP 低いんだな。名もなき者行ってみましょう。きついかな。あ、まあまあまあ大丈夫か。とりあえず取り巻きが若干きついと思うんで、いや、きついな。取り巻ききついな、これ。ちょっと弓使わんと無理だ。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。OK。いけるね。うん。HP 自体は、すごい少ないわ。全然勝てる。それでは、邪悪な村人ですね。いきましょう。まあ、ダイナモとかそういう感じじゃないんで、いけるでしょう。2匹同時に。いやいや、無理か。同時は無理だ。あぶね。おい。よし、ちょっと待って。できるだけ。おっ、来た、溜まった、溜まった、溜まった。アーティファクトが、うまいこといくか、心配だったけども。いけるね。これは倒せるな、全部。ジャングルの魔物行きましょう。いい余裕だろうね。ここまでは余裕。いやいや、もうちょっと余裕かな。うん。きついのはこの先ぐらいからか。おーっとっとっと。あ、意外と早く無敵状態が切れたね。うん、押せ押せで全然いける。余裕。あとも雑魚敵が若干きついか。いや、そうでもないな。で、グリーンメナスゲット。よし、次ぐらい、次の次ぐらいから難しいかな。次、邪悪なレイスです。ここも余裕だね。残りの3体がきつい。と思う。うん、テンペストゴーレムとガーディアンでしょ。おいおいおい。で、あと、ラスボスか。そこはきついと思うな。うん、でもここまでなら若干戦いにくいぞ。しゃあ、うん、でもまあまあまあ余裕だね。なんてことはありません。テンペストゴーレム行きましょう。どんな感じかな。まあまあ普通にはまあダメージは与えれないね。普通では無理だから、こうもう壊していくしかありませんね。ちょっと時間かかりそう。効果力とかね、毒のやつとかだったら、そのまま直でいけるんだけども、締め具じゃちょっと無理。うん。で、無敵時間とかも多分、あ、無敵はこんか。うん。ピヨってる時間が途中で切れるから、ちょっと難しいな。ああ、もう最悪だ。もう、あ、でもここいいぞ。ああ、よくない。よくない。ドラをうまいことを残しとかんとダメやね。ドラはちゃんとちょっと残そう。今のはちょっと悪かった。ドラをしっかりとダメージを与えるときに残しておかないとダメやね。あまりぴょんぴょんしないようにしよう。OKOKOK。ドラを OKOK 残した。いけ。結
構残ってる。マジでか。まあまあこんなもんか。何秒間とかじゃなくて HP がどこまで減るかで日和が治ったよね。だからまあまあ仕方ない仕方ない。でもまあまあ順調にいってるよ。もう全然普通に倒していけてる。余裕だね。ガーディアンは難しいな。これガーディアンはちょっと無理かな。おいおい、あいつトゲ持ってるからね。あいつは厳しそう。まあこいつは余裕でしたね。古代ガーディアン行きます。若干時間かかるかな。でも全然倒せはすると思うよ。ああ、全然減らせるじゃん。余裕。これはラスボスだけ若干きつい感じか。うん、時間はかかるけどね。やっぱ倒すのに若干時間はかかるけども、いや全然倒していける。まだまだこの締め具は現役だね。全然使っていけるよ。じゃあ、うん、トゲが来てもその分回復してくれるんで全然大丈夫。うん、やっぱ一撃がでかいやつとかだったら回復しないもんね。そこがまあいいところではあるかな。うん、一撃は、まあ、そんなにダメージはないけどもしっかり回復してくれるっていうので、おお、いいな。終わるか。うわー、おー、意外と早かったね。結構早かった。それではラストエンダーの心臓いきましょう。おい、いきなり逃げられた。いきなり逃げられた。おお、でこれか。やだねー。まあまあまあ263防具だから HP は高めで 35% 軽減もついてるんで、そうそう死ぬことはないでしょう。よし、問題はね、倒すのに結構時間かかるだろうなーっていうところ。相当、ああ無敵になるの早くない？早いよね。おい、またそれか。いや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 、ちょっとミラーはやめて。ミラーじゃなくて別の方にしてほしいな。 OK、ダメージを与えていきましょう。 OK、 いいよいいよ。おう、いいダメージ、本当にいいダメージ。ちょっと待て、ちょっと安全地帯にここだな。ここのくぼみに入ると、吸い込まれなくなるのでおすすめです。このくぼみがあるのよね。そうすると安全にエンダーマイトを処理できるので、この時はここに逃げ込みましょう。ほい、いけ、もう俺から行ったる。しゃあ、あと1回か、あと1回で吸い込みか。 OK、 任せて。でも虚無になっていいから突っ込もうか。最後はさ、突っ込んじゃいましょう。やっぱね、輝きがついてると回復量が全然違うね。うん、輝きの締め具はやっぱ強いわ。全然HP減らないもん。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。締め具でボスラッシュやってみました。ちょっと心配だったけども締め具全然使っていける。うん、まだまだ現役で使っていける武器ですね。これはやっぱりいい。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。